坂井俊夫です。今日は特別講義動画、これからの時代の小さな会社やお店のオンライン活用法の第3回目です。第1回目と2回目の動画はご覧いただいたでしょうか。全3回の動画は順番に見ていただくと一番わかりやすい構成になっていますので、第1回目2回目の動画をご覧になってから今日の第3回目をご覧ください。では第3回目の特別講義動画、これからの時代の小さな会社やお店のオンライン活用法をスタートします。この第2回目では、小さな会社やお店がオンラインを商売とビジネスに活用するためには、1番大きな時代の流れとトレンドをつかむ、2番ターゲット層の利用している SNS ツールを理解する、3番 SNS ツールの戦略的な使い方を考える、この3つが大事だと説明しました。今日はオンラインを商売とビジネスに活用するには欠かせない3つのプロセスが大事であるということをお話しします。その3つとは、1番集客拡散、2番教育、3番販売になります。もちろん商売では最終的に販売することが目的です。でもそもそもお客様がなぜあなたの商品やサービスが必要なのかを理解していないと、確かにそれは私に必要である、だから買いたいとは思ってくれません。そのため単価の低いものを売る場合には別ですが、一般的にはあなたの商品やサービスの必要性を教えてあげるという教育のプロセスが販売の前に必要になってきます。定期的な運動の必要性を分かっていない人にスポーツクラブの良さを説明しても入会してくれませんが、定期的な運動の必要性を教えてあげて相手が理解するとスポーツクラブに入会してもらえるのと同じです。予防歯科の重要性を認識していないから虫歯になった時しか歯医者に行きませんが、予防歯科の重要性が分かれば定期的に通院するようになる人が現れます。月次決算の重要性を理解していないから年に一度の決算書作成や確定申告の時期になって慌てるのですが、月次決算の重要性や日々の帳簿の整理の重要性を理解できるようになれば、毎月の顧問契約を結ぶようになります。よほど定額な商品やサービスを提供している会社やお店以外は、このようにお客に販売する前に教育が必要になります。販売の前に教育です。そして教育しようと思っても目の前に教えてあげる人たちがいなければそもそも教育ができません。だから教育の前には集客というプロセスが必要になります。具体的に説明しましょう。例えば今までの時代であればブログで集客して、ツイッターでブログを更新しましたと拡散して見込み客を集めて、プッシュ型ツールのメルマガに登録をしてもらいます。そのメルマガで教育や販売を継続して行い、ホームページで申し込みをしてもらうという集客、拡散、教育、販売というステップになっていました。単にネットで Facebook や Twitter、インスタにあなたが記事や写真を投稿しても仕事につながらないのは、この3つのステップの中で集客と拡散、そして教育ができていないからです。もっと突っ込んで究極の原因を1つにすると、ほとんどの会社やお店は集客拡散ができていません。つまり集客拡散ができないから教育する人たちの数が少なすぎる。教育する人たちの数が少ないので販売しても売れないということです。このように多くの人が商品やサービスの販売だけを考えていて、集客や教育のプロセスを考慮していないので、SNS を商売とビジネスに活用しようとしてもうまくいかないわけです。ここまでを一旦まとめますね。1番、大きな時代の流れを読むということ。2番、お客様の触れる割合の多い SNS を考える。3番、ストック型とフロー型を理解する。4番、プル型とプッシュ型を考慮する。5番、集客、拡散、教育、販売のプロセスを考えるということを話してきました。そして現実的に考えると、ウェブサイト、メルマガ、ブログ、ツイッター、フェイスブック、インスタ、YouTube、LINE の全部を使うことは小さな会社やお店では物理的、時間的に不可能です。ましてや私のような一人企業では絶対に不可能です。だからこれからの10年で一番効果的に商売とビジネスで利用できるのは SNS の中で何と何かということです。もっと欲張って言えば、効果がある上に私のような文系の中高年親父でも比較的簡単に使えるものは何かということです。結論からズバリ言いましょう。YouTube と LINE です。その理由を説明します。前回の講義動画の中で私はこう言いました。オンラインではこれから 5G の普及によって本格的な高速大容量通信の時代になります。5G の通信速度とは、2時間の映画を約3秒でダウンロードできてしまうほどの速さです。つまり文字や音声に代わって動画や CG やアニメなど、リッチコンテンツがビジネスでのトレンドになる可能性が非常に大きいということです。つまり動画です。
動画を提供するサービスで世界最大は YouTube です。しかも YouTube の親会社は世界のネット業界に影響を与えている GAFA、 つまり Google、 Amazon、 Facebook、 Apple の筆頭の一社の Google です。さらに今世界の検索利用サービスの上位は1位が Google、 2位が Yahoo、 3位が YouTube です。あなたもご存知の通り、2位の Yahoo の検索結果には Google の検索技術が利用されています。そして3位の YouTube の親会社は先ほども言ったように Google です。つまりオンラインで最も使用頻度の高いサービスの上位3つの機能はすべて Google が抑えているということです。だからこれから10年で Google が潰れてサービスを提供中止することは考えられません。むしろさらに成長するはずです。なぜその Google は YouTube を2006年に買収したのか。おそらくネットの主流コンテンツが動画になると見越していたからです。高速大容量通信の時代の到来を予測してずっと YouTube を買収して以降実験と調査を続けていたはずです。そして 5G の普及が始まる今からが本当の動画主流の時代に突入するわけです。こちらは私が3ヶ月前にアップした動画のインプレッション数です。右肩上がりですよね。実はこの動画に限らず私がアップしている動画のすべてのインプレッショングラフは右肩上がりなのです。これは何を意味しているかというと、 YouTube の利用者と再生時間が増えているので露出回数が増えているということです。また前回の動画でお話したように YouTube はストック型でありプル型です。そのため Twitter や Instagram とは異なり、あなたが商品やサービス、あるいは見込み客に有益な動画をアップすると、その一度投稿した動画コンテンツが半永久的にネット上に残り、再生回数が放っておいても右肩上がりになって24時間365日露出され続ける可能性が大いにあるのです。これは他のツールでは考えられないことです。そしてこの YouTube の特性と将来性は、集客、拡散、教育、販売のプロセスの集客の部分にうってつけなのです。見込み客になりそうな層に対して24時間365日右肩上がりに露出回数が増える可能性が高いので、あなたが寝ていてもあなたの作った動画は毎日見込み客の目に触れる確率が非常に高いのです。もちろん単に数分の動画を適当にアップしてはダメです。それでは再生回数が上がらないので登録者も増えません。あなたの動画が YouTube から良い動画だと判断されるような動画であれば、放っておいても露出機会が増え、再生回数が上がり、登録者が増える、つまり見込み客が増えるということです。この YouTube から良い動画だと判断されるような動画を作って投稿するというところが肝です。ここを覚えておいてください。YouTube から良い動画だと判断されるような動画を作って投稿することが重要です。次に LINE です。これから小さな会社やお店に LINE を進める理由を説明しましょう。実は前回の動画でも SNS の利用状況について触れましたが、30代、40代、50代で最も利用者数が多く利用割合が高い SNS は YouTube と LINE なのです。そしてビジネスではプル型とプッシュ型の両方の活用が必要になると昨日説明しましたが、実はオンラインで使えるツールの中でプッシュ型なのは LINE とメルマガだけなのです。しかし今メルマガは登録率も開封率も非常に低くなっています。一方 LINE はメルマガに比べて登録の敷居が低い上に、メッセージの開封率がメルマガの6倍、文書中のクリック率はメルマガの20倍という調査報告が出ています。これらのことを考え合わせると、成長市場にあるストック型でプル型の YouTube で集客をして、利用者数と利用割合が高くて、しかも開封率の高いプッシュ型の LINE を組み合わせて使うことは理にかなっているということになります。もちろん個人の LINE を商用利用することはできませんので、LINE 公式アカウントを利用することになります。その LINE 公式アカウントの吹き出しの文字数の上限が500文字なので、教育には適さないという人もいますが、LINE はクリック率が高いので簡単に操作できるノートのようなサービスと組み合わせれば十分に利用することができます。これがこれから小さな会社やお店に LINE を進める理由です。ともあれ、私はこれからの大きな時代の流れ、ターゲット層の利用割合、各種 SNS の特性を考えた場合、YouTube と LINE の組み合わせが最も効果的だと考えています。さらにその動画をブログ系の SNS に埋め込むと、いわゆる動画ブログの Vlog、Blog が出来上がります。Twitter や Facebook を行っている人は、YouTube や Vlog 自体を動画をアップしました、記事を更新しましたと拡散して使えばいいわけです。また、Vlog には SEO 効果がありますが、これについては説明すると長くなるので、今回は割愛します。そして私は実際に親しい小規模経営者やフリーランスに YouTube と LINE の使い方と組み合わせを指導しています。
こちらの後藤さんは茨城県である塾を経営しているのですが、コロナショックの影響でリアルな教室での授業ができなくなり、売り上げが激減しました。しかし私が説明したオンライン戦略をそのまま実行して、なんと使い始めて6日目にオンラインでの販売に成功しています。さらに7日目にも申し込みがありました。さらに翌日の8日目もまたオンライン指導サービスの受講者の獲得に成功しています。しかも実はこの動画を撮影している今日もさらに受講生が増えたとの連絡が届いています。そしてこちらではオンライン研修で私が講師を務めて、ある企業グループの若手中堅社員向けに YouTube と LINE に関する研修を行いました。その研修には各社から社長さんも参加していました。そこに参加されたある不動産会社の社長さんからは、研修内容もすごく濃くて今後に使えるタイムリーな内容でした。早速アイデアが浮かびましたので実行に移したいと思います、との声も実際にいただいています。またこちらの大沢さんは、私のセミナー受講後に大沢さんの動画を見た方から、自社用の動画の台本コンテの制作をお願いしたいという連絡が入り、実際の仕事の受注につながっています。そのためあなたもこれから SNS に力を入れてオンラインを商売とビジネスに活用しようと真剣に考えているのであれば、この2つをメインに展開することを強くお勧めします。でも私には難しそうだ、そう思いますか？大丈夫です。実は YouTube と LINE 公式アカウントの操作はそれほど難しくはありません。あなたもスマホで動画を撮影できますよね。あるいは今ならコンパクトデジタルカメラでも動画の撮影ができます。その動画を先ほど説明したように、 YouTube が良い動画だと判断するような内容と設定にして投稿をします。 YouTube は右肩上がりの拡大市場の中で、あなたの動画を24時間365日露出し続けてくれますから、再生回数が増えます。再生回数が増えると登録者が増えます。再生回数と登録者の間には相関関係があるということがデータから分かっていますから、放っておいてもそうなるのです。そこから LINE 公式アカウントに誘導することになります。もちろん単価が安い商品やサービスはそのまま YouTube の説明欄からサイトに誘導しても販売は可能です。ある程度の価格帯の商品やサービスであれば、まず YouTube から LINE 公式アカウントに登録してもらうことを考えます。こちらのグラフは私の公式 LINE の登録者数の推移を表したグラフです。この時期から登録者の数がぐんと増えているのがわかりますが、ここがちょうど YouTube が良い動画と判断するような内容と設定を行って私が投稿を始めてから2ヶ月目のことなのです。このようにちゃんと YouTube を活用すると LINE の登録者が増えます。今まで何度も説明したように LINE はプッシュ型ツールですから、あなたは登録者にいつでも教育、商品告知、サービス紹介、オンライン店舗への誘導を行うことができるということになります。しかもここまで話したことが全部無料、あるいは月に数千円程度のコストで、誰でも日本全国のどこで会社やお店があっても実施することができるのです。実はご商売を10年以上やっている方で、マーケティングや SNS を学んでいる方で、ネットビジネスのセンスのある方であれば、ここまでの私の全3回の動画を見て、なるほど、集客、拡散、教育、販売のプロセスで YouTube や LINE、 そして簡単なブログサービスと組み合わせて、いくつかの肝となるポイントを押さえれば、確かにこれは効果的だということが分かり、今日からすぐにでも作業に取り掛かることができるはずです。そのような方はぜひ今すぐにオンラインでのビジネスの構築にトライしてみてください。そしてもし今の自分には具体的に YouTube が良いと判断する動画の作り方や再生回数を上げる方法、登録者を増やす仕組み、 LINE 公式アカウントの使い方、そして SEO 効果のある Vlog との組み合わせ方や拡散方法がわからないという方がいらっしゃいましたら、私は定期的に少人数制でセミナーを開催していますので、ぜひご予約ください。少人数セミナーに興味のある方は、この動画の左上のカード部分や動画下の説明欄に詳細サイトのリンクを貼っておきますので、アクセスをして内容をご確認の上ご予約ください。ともあれ、大きな時代の流れ、高速大容量通信の普及、 SNS 利用者の増加を考慮すると、小さな会社やお店ほどこれからの時代はオンラインや SNS の活用に本腰を入れる必要があります。しかし手軽に使える SNS といえども、数週間程度の活用で集客して登録者が増えるわけではありません。いつかはオンラインの活用に本腰を入れねばなりません。ぜひあなたもこれから5年先、
10年先のためにも一緒に今すぐにオンラインと SNS の活用に取り組んで激動の時代を乗り越えていきましょう。以上、全3回にわたって特別講義動画これからの時代の小さな会社やお店のオンライン活用法についてお話をしました。お話したことがあなたのご商売ビジネスのお役に立てましたら幸いです。なお、通常の週に一度配信している LINE のメッセージは毎週木曜の朝にお届けしますので、そちらもお読みいただき、あなたのご商売やビジネスにご活用ください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。